公益財団法人史跡鳥取藩主池田家墓所保存会創立50周年ということで今日はその記念講演ということで戦国時代とと池田家の成立いいうお話をさせていただきますあの、まあ、私戦国時代研究していましてやはり池田家、まあ、もちろんあの近世大名として残っていきますので、まあ、その池田家近世大名としてはいわゆる 審判というね分類でいきますと「外様大名」なんですけれどもまあ非常に江戸幕府内でも大きな影響力といいますか力を持ったその家これがまあ戦国時代からずっとですねまあ現代までつながってくるということで私は戦国武将ということで特にまあ池田恒興その子供のテルマサ まあその2人の研究を、まあ、結構長いことやってきましたので、まあ、今日はその辺りのことをお話ししたいと思います。あのまあ、ただ池田家がですね、まあ、いわゆる名字の地というのがどこなのかこれあの池田なんていう地名はもう全国もういくつあるか分かりませんけれども、まあ、池があってその池の水を田んぼに引いてくればもう池田なんていう地名はどこにもできるわけですので、まあ、そういった意味で言うと まあどこにでもある地名ではあるんですがじゃあ近世大名池田家につながるその池田というのは一体どこなのかということでまあるんですね一つは美濃の国の池田の省まあこれはあの現在の岐阜県の多治見市それから摂津の国の池田の省でこれは今の大阪府の池田市、ま。あ 池田氏という形で、えー、氏の名前としてそこは残っておりますね。れからもう一つが尾張の国の池田号これはあの現在の愛知県の小牧市に含まれます。まあ、ただ一般的によく言われているのはやはり、えーまあ、いわゆる清和源氏源の頼光、まあ、俗に来光と言ってますけど、まあ、その末裔ということで言われるのは、まあ、池田の庄ですから現在の岐阜県の多治見市。 というのはまあ一般的には言われてますが、ただ具体的にはですね、まあ池田氏の出資に関してはまあ不明なところが多くてですね、えー、なかなかよくわかりません。ただあのー、まあいわゆる常頭氏という人がまあ池田のまあなんていうんですかね、まあ元祖みたいな感じでよく言われますけれども、まあこの方が織田信秀、えー、信長のお父さんです。 その使えたという頃からだんしそのあとでも詳しくお話し,しますけれども一番注目されるのはその池田恒俊の奥,奥方妻が、えー、織田信長の目、まあのと、まあ、俗に乳母というね、まあ、そんな言い方をしますけれども、まあ、そんなことから、まあ、織田家との関係が非常に強くなってくるということになります。それから、まあ その常興自身は有名な天正12年1584年の小牧・長久手の戦いで討ち死にしてしまいます。でその長男だった元助という武将も同じ日に亡くなってしまいます。ということでまあその弟でありました照正この方がの あのあ失礼しましまたあの常年の子どものですね常興、まあ、この方が、えー、結構げ、まあ、大活躍をするといいますかね常きの亡きあとの弟の方でありましたテルマ政の方が、えーまあ、大活躍をするということになって、まあ、家がつながるということになります。で、まあ、この池田家で私、まあ、非常に注目しているのは。 まあこの常興、えー、照正親子の活躍によって、まあ、近世の、まあ、池田家がつながっていたということになりますので、まあ、その辺りを今日は少し詳しくお話ししたいと思います。であの、まあ、池田恒興の話なんですけれども、まあ、先ほどお話ししましたように、まあ、お母さんの、まあ、養徳院という方なんですが、えー、彼女が「 あのまあ、織田信長の目の党、まあ、要するにあの当時はある程度の身分の高い女性というのはあの、まあ、子供がですね自分のおで育てないで、まあ、目の砥を雇って、まあ、それで育てるというのが、まあ、一般的だったんでその目の砥として迎えられたということで、まあ、ですから常興自身はそのお織田信長とまあ 父兄,弟父兄弟と書きましてまあまあこれ伝説的な話なんですけれどもあの、まあ、信長子供の頃、えー、吉報師というね言い方の、まあ、時代、えー、赤ん坊がですね、えー、どうもね目のとの、えー、乳首を食い切るみたいなねそんな話があってもう何人か変わって結局 その常置きのお母さん養徳院、えー、彼女の、まあ、おっぱいが、まあ、そのまま、えー、乳首を噛み切らないで飲んだという、まあ、伝説的な話がありますがうんただこれも乳児ですからねまだ歯が生えていないはずなんでうん、まあ、この話は後になって誰かが作った話かななんては思っております。で、まあ、この、まあ、常置き自身はですね えまあ信長とまあ武田信玄あの勝頼親子との戦いがですねえ本,格した本格化した頃にあのまあ織田武田のまあ両国の境ですね国境に近い美濃まあ現在の岐阜県の南部ですけれどもまあその美濃の東部の守りについていた。 でこの天正六年千五百七十八年の十一月なんですけれども、あのまあ有名な摂津有岡城これ現在の兵庫県の伊丹市です。その荒木村重の無本に際して、まあ有岡城攻めを命じられるということになります。で、まあ翌年有岡城そのものは開城するんですけれども、まあ村重あの村重自身は その後、天童、えー、これは現在の同じ兵庫県の天崎市ですが、えー、そこに脱出しています。で、まあ常尾は、まあ村重の重臣、荒、えー、木島の神という人が籠もった、えー、花熊城、まあこれはあの現在、えー、兵庫県の神戸市なんです。そのまあ一連の戦いのおまあいわゆる論功行賞、つまり手柄に応じて えー、恩賞をもらえるでその時に荒、まあ、木村重の丘陵のかなりの部分を与えられるということになりましてまあその辺りからですねだんだん、まあ、信長家臣として頭角、えー、を表していきます。であの天正年、まあ千年1582年6月2日、まあ、これがあの有名な本能寺の変なんですけれども。 あのまあこの本能寺の辺の後ですね、えー、この常慶も明智光秀側からも秀吉側からも誘われてます。あのまあ多分ね光秀にしてもですね、まあこの頃もう池田常慶自身五千ほどの兵力を持ってますから、まあ自分の軍まあ陣営にですね、えー、迎え入れたいと。 いうふうに思ったと思うんですけれども。まあ、池田恒興自身は、いや、そこでは、やっぱりちょっと。光秀の無本には加担できないというね。まあ、そんな形で、あの、むしろ秀吉の陣営に加わってまいります。で、六月十三日、まあ、あの有名な山崎の戦いで。まあ、秀吉軍の言ってみれば、右側ですね。えー 右翼部隊左翼部隊という言い方をしますが、まあ、その右側の部隊のまあ、中心的なあ,、まあ主力となりまして、まあ、それで、えー、秀吉の勝利にまあ、貢献をいたします。まあ、ですから、秀吉もこの働きを高く評価いたしまして、これがまあ多分ね。私推測するに。 その直後、六月のですね、二十七、八開かれた有名なあのキ清ス会議。まあ、このメンバーに加えられたのではないかな、というふうに思っています。あのキ清ス会議、これはどういう会議かと言いますと。信長が、まあ、本能寺の辺で、あのまあ、要するにあの明智光秀に撃たれました。でその後。 長男の信忠も二条御所の戦いで討ち死にしてるんですね。で、長男亡くなった。で、実は。織田家っていうのは、この本能寺の変の時よりも前にも。家督は信長から信忠長男に譲られていたんですね。ですから、その長男信忠亡き後の織田家の家督をどうするか。ということと、もう一つ。 信長が直轄支配していたようないわゆる織田家の所領ですねそれをどのように分配するか俗に医療分配といいう言い方します残された領地をどう分配するかこれが要するに織田家の跡継ぎをどうするのかということと信長の所領だったところをどのようにみんなで分配するかというのがこの清ス会議の2つのテーマです だったんで、うん、まあ、ここでですね。誰が、そのメンバーに入るか。というのは。結構、重要な、ポイントになります。で、まあ、この時点で。多分、当時の。織田家の序列から言うと。いわゆる宿老と言われた。柴田勝家と丹羽長秀。これは当然入る、二人は。で、もちろん。 明智秀秀を打った秀吉も入る3人まではもう誰の目にも、まあ、この3人は入るだなということで、まあ、納得というかねあのしていたと思うんですけれどもさあ4人目一般的には当時の序列から言うと池田恒興よ,よりも実は滝川一益というねこの武将の方がランクは上だったんです。から当然4人目には その滝川一益が入るというふうに多分周りは思っていたと思うんですがどういうわけか滝川今私は外されていますというふうな断定しましたけれども、まあ、これについてはいろいろ、まあ、意見というかね研究が分かれてまして一つは滝川一益は北条との戦いに負けてるんですよ。 あの「神奈川の戦い」といいましてね神が流れる川と書きますでこれはあのちょっと面白い戦面白いというと変かもしれませんがあの、まあ、こんな字を書くんですが、まあ、これで「神奈川」と読むんですけどね、まあ、その神奈川の戦いで北条の軍勢と戦って負けてます。えー この時点で北条なぜ織田家に歯向かったのかというと実は信長が生きている時はあの北条氏政四代目これは織田信長に協力してんですよえ有名な武田勝頼攻めには関東口を分担して関東から貝の甲州の方へ攻め込んでいってますところが信長が殺されたと 聞いた途端にまあきびすを返すというか手のひらを返して織田家と敵対するということになりまして、まあ、それで織田の家臣で関東管領についていた滝川一益をそこで、まあ、戦って破っちゃうんですね。で滝川一益は逃げ帰ってくるんですよ本拠地の伊勢長島へ。一一つには一節にはは 負けて帰ってきたから自分のまあ行為を恥じて清須、えー、に出てこなかったというのが一つ。もう一つの説はいやそうじゃなくて時間間的に間に合わなかったんだといいう説もございます、まあ、これどっちなのかちょっとわからないんですけどいずれにしても滝川一益本来ならば4人のメンバーに入るべき人がそこで入ってきませんので秀吉としてはね あの柴田勝家ににが長秀、自分で。これ三人の会談じゃ、ちょっとね。なかなか示しがつかないというふうに思ったんでしょう。それで、まあ、四番目に。多分ね、これは秀吉が押し込んだ。という感じがいたします。まあ、なぜかというと。山崎の戦いでの。まあ、池田恒興の働きが。まあ、抜群だったということと。まあ、もう一つは。 あの亡き信長の父、まあ、兄弟非、えー、常に子供の頃から親しく、えー、いたその、まあ、池田恒興ならよかろうということで、まあ、メンバーにに押し込んだといいううふうに思いますでこれは私の推測なんですがこれはやっぱりね根回しをしていて丹羽長秀はどうも自分の意見に賛成してくれそうだ。だけどこれだとまだ柴田勝家が 池田恒興を丸め込んじゃえば、二対二になって、自分の意見は通らない。むしろ、その自分の意見が通りそうな池田恒興を、そこで、まあ、四番目に押し込んだという解釈をしてますが。まあ、その秀吉の狙い通りに、えー、清洲会議が終わりまして、まあ、その後、えーまあ、勝家、秀吉のまあ対立の度が増してきます。 でその対立の度が増してきた一番はっきりした形で出てくるのがえ、えー、と翌11え失礼天正年年でですすねののヶ岳戦いその静ヶ岳の戦いでも池田恒興はもちろん柴田陣営ではなくて羽柴、まあ、秀吉陣営にいましたのでその戦いの結果の、まあ、いわゆる 論考交渉の結果です摂、ね、津、えー、から美濃絵国替となってきますで、まあ、池田恒興自身は大垣城これがまあ現在の岐阜県の大垣市そこを本拠にしますそして、えー、息子、まあ、長男の元助を岐阜城これはまあ現在の岐阜県の岐阜市、まあ、その城主に入れていくんですね。まあ、こんなわけで えーまあ、池田恒興そして、まあ、この元助親子、まあ、これはもう秀吉側にとってはもう、まあ、なんていうんですかね、えー、自分の信頼できる、まあ、仲間、まあ、当時はまだね秀吉の天下じゃありませんからもう自分の陣営にできるだけ、まあ、自分の息のかかった武将を入れたいということでいますので、まあ、その時点で ま池田恒之は橋場陣営に加わったという形になります。でさらに翌天正十二年です、1584年、あのまあこれは有名な小牧長久手の戦いという戦いです。でまあこの小牧長久手の戦いというのはなぜ起こったかというとあの秀吉が要するに 柴田勝家を静ヶ岳の戦いで破って、まあ、だんだんいわゆる織田政権を三奪要するに織田政権を自分のものにしていくというねその動きが、まあ、顕著というか、えー、具体化してきた時点で、まあ、面白くないのが信長の次男だった織田信勝、えー、信男と書きます。 でこの織田信勝は、まあ、本来ならば自分がね、えー、お兄さん信忠が亡くなった後織田家を告げると思っていたんだけれども秀吉が途中からもう豊臣政権というか、まあ、この頃はまだ羽柴政権ですけど、まあ、その方向に動いてきたということで面白くないで。しかもこれは これも有名な話なんですけれどもまあ秀吉はその織田信勝を懐柔するために三人の家老をまあ味方秀吉のね味方につけようとして動いてでそれを知ったまあ織田信勝がいわゆる三家老を中殺する殺しちゃうんです。でこれはイコールもう秀吉と敵対することをまあ天下に示したという形になります。ただもちろん 織田信一人では単独ではあの秀吉に対抗するのはちょっと無理だというのはもう重々承知の上ですからまあこの時どうしたかというとあのここでちょっとね秀吉と家康の関係をちょっと解説を追加しておきます。 あのまあご承知の通り秀吉は信長の重心、まあ今風な言い方すれば、まあ織田信長株式会社の重役です。一方の家康は信長の同盟者。ですからまあ言ってみれば今風に言えば織田信長株式会社のまあ系列会社の社長ですね。その本社の重役と系列会社の社長とどっちが上か。 というとこれは比較の対象難しいんです。で、おそらくまあまあ秀吉の方としてみればですよ、うん、まあなんとか丸め込めるというふうに思っていたんでしょうけれども、まあ、やっぱり家康は、まあ、結構底力がある武将で、まあ、すんなりねおとなしく、まあ、秀吉の配下には入りたくないという、まあ、そんな思いを持っていましたから織田信勝から 今のまんまじゃちょっと困るんだということで相談を受けた時にじゃあ一緒に戦うかということでまあこれが主な戦場になったのが小牧周辺と長久手ですのでまあ通称「小牧長久手の戦い」というふうにまあ言ってます。このの小牧長手の戦いに際して 家康はですねうまくすれば池田恒興自分の陣営に加わってくるかもしれないということで、まあ、ちょっとね打診するんですすするんですがもう池田恒興自身はもうこの時点では完全にもう秀吉と一連卓勝というね、まあ、そんな思いでいましたから、まあ、家康からの誘いは蹴りましてむしろ、まあ、先手を切ってというか秀吉軍のまあ 先手を切って、まあ、有名な犬山城なんかの攻略をして、まあ、それで実際の戦いが始まってくることになりますで、まあ、この小牧・長久手の戦いは、まあ、言ってみれば秀吉と家康ですからうんまあある意味では横綱相撲同士の対決みたいな感じなんですけどね。ただ この時点で天正12年の時点ではもう秀吉は軍勢10万ぐらい膨れ上がってるんですよ。池田恒興なんかも加えてますからねで。それに対して家康の方はそんなに人数が集まらないあの信雄と家康合わせて1万8千ほどと言ってますから5倍の敵ですよ。ですから ちちょっと勝ち目ががないんですがこの時の家康の文書が現在の静岡県には残ってるんですがまあいわゆる百姓大量動員体制つまり村に住んでいる15から60の男全部武器を持って出てこいみたいなねそんな文書が出されてますからまあ大量動員百姓大量動員体制を組むんですがそれでもまあ1万8,000ぐらいにしかならないということで結局 まあ、なかなか家康としては難しい戦いを強いられます。ただこの時、えー、池田恒興が降着状態になった時にですね家康の軍勢が三河を留守にして今の岐阜県じゃないごめんなさい愛知県の小牧市の小牧山城まあ小牧山城っていうのは あの織田信長が最初気づいた、ね、お城があったところですがあそこを本陣にして <laughs> いました。でその時池田恒興が今三河は家康が留守にしていて、えー、空いてるということでまあこれはあの、まあ、兵法というか、えー、戦いの用語で三河中入りという言い方をしてます。まあ、要するるににに留守になっているところに攻め込んで えー、そこで挟み撃ちにしよう家康を挟み撃ちにしようということでまあ最初ね、えー、秀吉はですねいやそれはうまくいかんだろうということで、まあ、ちょっと抵抗するんですがただ秀吉にとって老いにあたるまあ有名な後には、えー、豊臣を名乗る秀次ですねあのお姉さんの子供 その秀次がこの時秀吉陣営に加わってまして私もその大使をやりたたいいって言い出したそこでまあ秀吉もね自分の甥いっ子にちょっと手柄を立てさせたいなと思ったんでしょうまあじゃあ勝てるかどうか分かんないけどまあそれやってみようということになってまあいわゆる三河仲入り作戦が展開されましたただもうもちろんそのあたりはですね 家康の方も読んでましてね軍勢が三河へ進んでるっていうのを見てその追撃にかかりますそこで有名な長久手の戦場で戦いになりましてこれがですね4月の9日に長久手で池田恒興およびその長男でありました元助、まあ、これが亡くなっちゃうんですよね。 でただ討ち死にしたとは言ってもですね、まあ、秀吉の方も、まあ、やっぱりそこでなんとか盛り返さなきゃいけないということで、まあ、最初のうちは、まあ、どう考えたかちょっとわからないんですけれども、まあ、家督をちゃんとね弟がいますので元助の弟のテルマサでこのテルマサはですね今私どもは。 晴れてる時の「るのを書きますが最初はですねこの字でこの字を書いてます池田テルマサでまあ晩年近くなって「輝く」という字の「るを使うんですけれどもまあ私ども面倒くさいもんですからまあ最初から。 輝くに正という句で、まあ、池田輝正と言っておりますが、まあ、この池田輝正が、えー、最初はですね。大垣城。まあ、後になって、まあ、近世大名のまあ礎を築くということになってまいります。まあ、以上が、まあ、池田常興のまあ、履歴と言いましょうか、戦歴ということになります。まあ、今、あの、長くての古戦場へ行きますとね、鍾、えー、乳塚、あの。 池田鍾乳祭というふうに言ってますので鍾、まあ、乳塚というような形で、えー、祀られております。さて、えー、そのお池田家を継いだ、えー、池田輝政の方なんですけれども、あのー、まあご承知の通り現在、えー、国宝そして、えー、世界文化遺産になってありますあの姫路城ですねあの兵庫県姫路市、まあ、これを築いたのが この池田輝政ですので、まあ、そのことを少し詳しくお話ししていきたいと思います。あの、まあ、織田信長のですね。ええー、これはいわゆる側近の一人です。で、あの、もう若い頃から。家康失礼。まあ、秀吉のそばでですね。あの、まあ、信長秀吉ということで、そばで。 使えてましたが先ほど池田恒興のところでお話ししました小牧長久手の戦いでお父さんとお兄さんが討ち死にしてしまったためにそこで池田家の家督を継いで最初は大垣城継いで岐阜城の城主となっています。あの、まあのま 豊臣秀吉家臣団の中堅どころとして豊臣の姓も賜っておりますけれども特に有名な小田原攻めですねこれはの天正18年1590年の小田原攻めの論功交渉で、えー、と三河の吉田城これは現在愛知県の豊橋市になります。 そこに移りまして15万2000億を領しておりますでこのまあ池田この時はですねあの天正18年の小田原攻めの論功交渉は本当はえ家康が駿河遠江三河甲斐信濃5か国の大名だったのをまあ滅ぼした。 北条氏の医療ですね。まあ属に関八州という言い方します。まあ伊豆を含めた関東、それに移っていきます。それでまあ江戸城の城主になるんですが、まあ本当は秀吉はですね、鈴鹿藤藤、三木川海氏名の徳川家康の両国だった五ヶ国に織田信勝を入れるつもりでいた。ところがその信勝がまあ断るというかまあ 本本当は本人は人なんでしょうねまあ要するにそれまで尾張とか伊勢をもらってましたからえ織田家の墳墓の地自分はそこでまあ一生送りたいということでまあをしちゃうんですよねでそこで秀吉はこれは恩賞じゃないよ要するに自分の近くは自分の身内および家臣で埋め たいという思いがあるから、織田信勝は遠くへやりたかったんですね。それをまあ、事態というか、まあ、断ったもんですから。まあ、秀吉怒って、まあ、お前なんかもう大名としては置かないよということで開易されてしまいます。で、そうしますと、駿河東富三河という東海道沿いのいいところが空きました。で、そこに、まあ、自分の腹心を、まあ、押し込んでいく。まあ。 えー、駿河には中村一氏遠江、えー、には掛川城の山内一豊とか、まあ、それから浜松城には堀尾義治そしてこの三河に池田輝政を入れるということになったわけです。で、まあ、要するに東海道の要所、まあ今の豊橋の辺りを抑えたということでまあ 大名としてまあその頃ですから先ほど言いましたように15万2,000石ほどですからまあそんなに大大名というほどではないんですけれどもここでちょっと面白い一つの大きな出来事が出てくるんです。何かというとその小田原攻めの時に北条氏これ最後の五代目北条氏直という武将がまあ小田原城主だったんですが。 まあこれが秀吉に降参して高野山にまあ追いやられるんあいわゆる窒禁でそこで亡くなっちゃうんですよ病気で。で結局その北条氏直五代目に嫁いでいたのがあの有名な徳川家康の次女二番目の女の子徳姫といいます。 あのこのまあ徳姫がその後のね池田輝んにとってはまたいろいろと重要な人物になってまいります。監督の徳に姫、まあ、この徳姫、まあ、これがあの、まあ、要するに北条氏直が亡きあと実家に戻ってきました家康のところに戻ってきました。 でえー、まだ若かったもんですから、えー、まあ秀吉、まあ、家康としては、まあ、再婚させたいというふうに思っていたところに秀吉がその池田輝政に嫁がせたらどうだという形で、まあえー、提案をしてきたということで、まあ、言ってみれば、まあ、秀吉お声がかりの結婚ということになります。 まあこれが文禄三年ですから1594年ですね。えー、まあテルマサーと再婚をいたしました。で、まあ家康の養女をめとった武将というのは何人もいるんですけれども、まあ実の娘をめとったっていうのは非常に少ないです。だから池田テルマサーはここであの徳川家康の娘婿というね、えー、ことになりました。 まあですからこのことがやっぱりその後のあの有名な関ヶ原の戦いの時に、まあ、石田三成方ではなくて、まあ、徳川家康方についた、まあ、大きな要因ではないかなと思ってます。さてその関ヶ原の戦いなんですけれどもえー、とまあご承知の方多いと思いますが秀吉は慶長3年 千五百九十八年に八月十八日に亡くなります。で、その時に子供の秀頼がまだ六歳というね、まあ幼さだった。これがね、やっぱり大きいですよ。あの私あんまり普段歴史にもしもということはあんまり言わない方なんですが、まあこの時秀頼がね、十五ぐらいになってれば。 もうスーっとスムースに豊臣政権は接種されたと思いますところが6歳ではいかんせんまだ政治は取れないということで一人は石田三成的な考え要するに、えー、主君はねなくても周りが固めていけばやっていけるこれはあの決して無理,な無理っていうか えー、全然とんでもない話ではないんですよ実はあの室町時代やっぱりね8歳とかのそのぐらいで将軍になった人いるんですよでも補佐役ね、えーまあ、室町幕府だといわゆる慣例これがちゃんと補佐して幼い将軍なんだけども回していたんです。あと江戸時代もそうですよ。 えー、幼い将軍が出て,きてまあこれもやっぱり老中たちが、えー、周りを固めてね補佐してやってますから石田三成がこれを言い出したのは別に、えー、とんでもない話ではない。で多分秀吉亡くなる時に、まあ、これも有名な遺言状がね残ってますけれども「えー、秀頼成り立ち候ようにみんなで頑張ってまとめてくれ」みたいなねそんな書き方の遺言状を残してるぐらいですから。 まあ、亡くなる直前に五大老五奉行い,やいわゆる十人体制ですねこれを決めてますから石田三成は俺たちこのね秀吉が指名した五、えー、大老五奉行十人で、まあ、秀頼様を盛り立てていけば豊臣家世襲路線これを打ち出した。でそれに対していやちょっと待ってくれということで。 意を唱えたのが徳川家康なんですねで徳川家康はどういう考え方かというと天下は周り持ちである実力ある者が天下を取るのが、えーまあ、我が国の戦国時代の習いなんだということで自分が一番力があるんだから自分が天下を取って当然だということで動き出しました。でこれもね、えー 全く無理なことを言っているわけではなくて、えー、筋は通ってるわけですなぜか要するに信長が本能寺の変で明智光秀に打たれた後その織田家に代わって秀吉が天下を取ってったそれを実際自分の目の前で秀吉が演じてたわけですからこれは今度俺の番だと思ってもおかしくないんですね、まあ、そんなわけで、えー、関ヶ原の戦いというのが まあ勃発するわけですけれども、まあこの時に。まあ池田輝政。もう家康の娘婿ですから、もう最初から。石田三成陣営ではなくて、まあ。家康陣営に組みするっていうのは決めていたと思います。まあもちろん、あの、まあ仲間といいますかね。 えー、福島正則とか加藤清正とか、まあ、そういうまあ武功派武将とやっぱり公明教を通じていたっていう側面もあったと思いますけれども併せてやっぱりそこで、えーまあ、三成の言うねいわゆるまあ豊臣政権世襲路線よりもやっぱ自分のまあいわゆる妻のお父さんである家康に加担するっていうのは当然の動きというふうにまあ見ていいと思います。 で関原の戦いそのものは本戦は慶長5年1600年の9月15日ですけれどもその前哨戦がいくつかあるんです。まあ、一番早い前哨戦は例の伏見城の戦いなんかもそうなんですが、えー、直前の前哨戦があの有名な岐阜城攻めですあの岐阜城には織田信長の孫にあたります織田信長 秀信でこれはあのそれこそ、えー、今日ちょっとお話ししました清ス会議の時の、まあ、秀吉が抱いて出てきたあの男の子です。例のの秀忠忠失礼、えー、信忠の長男ですからまだ三坊子と言ってて3歳の男の子が秀吉は「あこの子が織田家の嫡流ですよ」ということで まあ大体出てきた有名な場面なんですが、その三坊氏が成人して岐阜城の城主になってました。でもちろん秀吉から秀という一字をもらって織田秀信と名乗ってました。まあですからまあいわゆる豊臣斉徳ですよね。そんな形でいたところでここをまあ西軍についていた岐阜城の織田秀信を いわゆる徳川型のまあ前衛部隊である福島正則とまあ池田テルマサが攻めるあるいはその他にまあ細川忠興なんかも加わってますからまあいわゆる徳川家康型の東軍武将が岐阜城を攻めてますでまあこの時ですねあのまあ福島正則たちがいわゆる総門大手口 まあ正面登っていたのに対して、えー、テルマサはまあ言ってみればあれですね、えー、絡めて側に当たります、えー。水の手口というところから上っているんです。で、この戦いでですね、あのテルマサはまあ先行を上げるわけですよね。なぜかというと、えー、岐阜城はかつての自分のお城だまあいわゆるもう。 なんていうのかな、弱点を知り抜いているわけです。でそこで、えー、真っ先に、え、二の丸に攻め入ったのが、この池田輝政だったわけです。まあ、ですから、その、戦いで、まあ、前哨戦の戦いで、手柄を立てた。ということがあります。で、ただ、9月15日の本戦ではですね。まあ、輝政自身は、まあ、南軍さんの抑え役だったために。あの、福島正則だとか。 えー、東道高貞だとか、まあ、そういったような、まあ、目覚ましい働きはなかったんですけれども、まあ、家康としてはねこの岐阜城攻めの戦果をあるいは南宮さんの抑えとしての役割を、まあ、高く評価いたしまして、えー、なんとなんと論功交渉で播磨一国52万石を与えています。あのー この時福島正則が清、えー、ス24万億から、えー、秋の広島49万8,000石かな、まあ、倍ぐらいになってるんですが、えー、先ほど申しましたように、えー、吉田城三河吉田城時代は15万2,000億ですからうんまあ3倍以上ということになりますからこれは家康としてもまあ確かに 自分のかわいい娘の旦那であるというねそういったまあそういったところも、まあ、加味してはいたと思うんですけれども、まあ、この池田輝政を一躍播磨一国52万国に抜擢しています。で姫路城は実は秀吉の時代ね、まあ、秀吉がまあ中国攻めの総大将 まあ俗に言う中国方面軍司令官というものになった時にえそれまで黒田官兵衛の居城だった姫路城を譲られてえまあ城を作ってます。といっても今私どもが見る国宝そして世界文化遺産の姫路城はこの時のそれまでの姫路城っていうのは場所は一緒ですけれども。 そんなに、えー、豪華な建物とかいうものはなくて。うん、まあ、ちっちゃな砦にちょっと毛が生えたぐらいな、あ、そんな感じだったと思います。あのー、一時秀吉の後、弟の秀長。まあ、さらには秀吉の正室尾根のお,お兄さんであります。えー、木下家定。まあ、これが、居城をしたりしてましたけれども。まあ、それでも、まあ、いわゆる中世的な。 えー、平山城という段階だったんですがそれを大々的に新しく、まあ、つけ、まあ、作り変えたのが、まあ、この時の池田照正ということになります。いうことになります。関原の戦いの翌年ですね慶長6年1601年から大拡張工事にかかりまして、まあ、西国の守りを務めるにふさわしいまあ城を築いております。 五僧の大天守が完成したのはなんと慶長14年のことといいますから、まあ、かなり長い年月をかけて、まあ、城を作ったということになります。でこのまあ姫路城、えー、これはですね、えー、すごい、えー、まあお城でしてうん、まあ、城そのものもすごいと同時に合わせて石高がですね テルマサ自身が52万石なんですけれども弟の長吉とかですね、まあ、子供の忠次とかあるいは忠雄忠勝とも呼んでますがにも所領が与えられて、まあ、一族でですね全領土確か92万石に上るんですね。まあ、ですから、まあ、よくテルマサのことを、まあ、西国将軍 えー、百万石大名みたいなね、まあそんな言われ方をしているところなんです。えー、姫路最上百万石なんてね、そんな言われ方もしております。さて、まあその後なんですけれども、あのまあいわゆるいろんなケ図が残っているんですけれども、まあ私やっぱ注目しているのはまあこの時点で。 まあ、池田てまさそしてその子どもたちの所領と合わせて、まあ、いろんなですね、えー、流れが出てきています。あのーまあ、池田俊鷹でこれはあのー、それこそ、まあ、この池田市私が作りました池田略経図というのがあるんですけれども、まあ、この年高が、えー、後を継ぐ形になるわけですけれどもあのー その後ですね、えー、年高の死後子供もの光政がうんとまだ幼かったということで、えー、まあ針間というね数葉、えー、の地から稲葉のお方へ、えー、転封されていきます。まあ、この頃、えー、まあ備前の方もお書領として持ってきますので、まあ、そういった形でですねあのー、まあ 最初はです、ね、えー、と播磨52万石を与えられたほか備前岡山28万石淡路6万石、まあ、それで合わせてまあ姫路大将100万石というふうに言われるわけですが照政、まあの医療は、まあ、利孝が播磨をそして次男の忠次が備前を三男の忠男が えー、淡路という形であのそれぞれ独立していくわけですけれども、まあ、先ほどちょっと申しましたように、まあ、年高の死後、まあ、子供の三政がまだ幼少だったということで、まあ、幼少の地、まあ、から稲葉に、えー、転となりますで後に備前、まあ、と稲葉との国替えを命じられて、まあ、いとこの三中が備前、まあ、から稲葉藩主となって まあその系統がまあずっとまあ明治まで至るという形になります。まあですから現在のこの鳥取藩主池田家伯爵の初代というのはこの三中ということになってくるわけですね。まあそういった形でのまあ池田家が長いまあ歴史をですねここでつないでくると。 いうことになるわけですさてあの私やっぱり注目しているのは池田家の何代かのですね流れの中であのやっぱり池田光政という人物が非常に注目されるんじゃないかなと思うんですけれどもこれはあのそれこそ有名な熊沢万山なんかをですね招いて人生に努めて いわゆる権約を奨励したり、えーまあ、神殿開発なんかを進めたりしていくというようなことで、まあ、こちらは岡山藩の藩主ということで、えー、続いてくることになるわけですね、まあ、そういった流れの中で、まあ、池田氏の流れでは、えーとね、もう一つ注目されるのがあの漢文12年1672年に あのまあいくつかのですね、えー、分幡をしていくということと,、えー、とその後上京2年ですね1685年ですかあの、まあ、鳥取の中住のところに、まあ、東館をまあ分与したりしていくということで結構あのいくつかの分、まあ、系ですね。あの意外とその この池田家というのはいくつかに分かれていくということであのそれだけまあ何て言うんですかね反映していったということにもなるのではないかなというふうに思います。あのまあ、いくつかの例が、まあ、そういったところで出てくるわけですけれども、まあ、私やっぱり先ほどもちょっと話を出しました徳姫ですね両松、まあ、院。 と言ってますが、まあ、その方の存在というのは、まあ、池田家そのものの存続にもまあ大きく関わったのではないかなというふうに思っています。で、えー、まあその徳姫というのは先ほども申しましたが、えー、北条氏直に一度嫁いでいながら北条家が秀吉によって攻め滅ぼされたがために、えー、まあいわゆる実家徳川家に戻った。 というね。まあ、そんなところもあって、その、えー、家康の娘と結婚したまあ。池田輝政というのがまあ、そういった意味ではまあ、いわゆる私にとって言う言い方するとまあ、池田家中高の祖みたいなね。そんな形で捉えていいのではないかなと思ってます。さて、最後にまあ、今日のちょっとまとめ的な話をさせていただきます。あのー、まあ、それこそまあ、池田氏というのがですね。 まあこれもちろん系図の上ですけれどもまあいわゆる清和源氏まあ源頼光の流れというふうになってます。でこれはあのどうしても武士の家っていうといわゆる源平統吉源氏か平氏か藤原か橘か天下の市政というねまあそんなものにつなげていくんで。 まあその源氏の流れというのは本当なのかどうかっていうのはねまた系図の詮索ということになるんでまあそこまでは今日はちょっと踏み込みませんけれどもやはりその池田のまあやっぱり常年ですねその常年の奥方妻が織田信秀のまあ要するに子供の信長のまあ目のとになった。 とということが、まあ、池のの運の開け始めそしてえ今日お話ししましたようにやはり、えー、いわゆる清洲会議の時に、まあ、そこで、あのー、やっぱり秀吉に何ていうかな味方をしてそれで、えー、家をつないだということが2つ目そして3つ目はそのおやっぱり 家康の娘これはまあ秀吉のお声がかりというね結婚だというのは先ほど申しましたけれどもまあそういった流れはありながらやはり家康の娘と結婚したということによってさらに飛躍をしていったということになります。そしてやはりえまあ岡山の方の池田とこの鳥取の池田とまあいわゆるあの領地替えとかねそういったものによって両家が まあ反映していったということと、まあこちらのまあ鳥取池田藩のまあ初代今の墓所に一番奥の方に祀られておりますまあ三中の存在というのも非常に大きいかなと思っています。そのまあ三中がこれはまあ有名なキリン刺し舞ですね。それなんかを始めているあのキリまあ今年の大河のらまあキリンが来るのあのキリンですまさに。 えこれはまあ中国の伝説上の動物といわれていてまあ世の中をまあ安泰に導く時に銘君が現れるそれを連れてくるのが麒麟だというねまあそういったところとまあ今年の大河ドラマの「麒麟が来る」はまあそれに合わせてえいるわけですけれどもまあそうした麒麟の名前がついた麒麟獅子舞というのがまあこの 鳥取で演じられてるっていうのは実は私は興味深くて残念ながらまだその本物のキリンジ姉妹は見ていないんですけれどもいつかまたそういう、ね、演じられる機会があればぜひ来てみたいなというふうに思っております、えー、まあ今日はそういうことで戦国時代要するに金星池だけに関してはいろいろ書かれているものもたくさん あると思うんですけれども、まあ、私自身はあの金星氏が専門ではありませんので、まあ、今日はその金星。池田藩、鳥取藩のまあ、前師としてのまあ戦国時代の池田家、特にまあ池田恒興と。それから、その子供の照正。まあ、この二人のお話を中心に、お話をさせていただきました。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。